服にお着替えしてみます。こちらのスクール水着です。それでは早速お着替えしてみます。はい、着てみました。こういう感じです。今日のスクール水着はちょっとなんだかわからないんですけど、お尻のところからこの下の部分にかけてなぜかファスナーがついているので、パックリ開けることができます。それでは今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介します。脱ぎました。今日はピンク色のひもパンです。さらにこのパンティーティーバッグになっていて、完全に後ろも食い込むようなスタイルになっています。正面のところはこう唐草模様のような刺繍が全体的に施されていて、ピンク色の糸が使われています。はい、それではブラジャーもご紹介します。外しました。ブラジャーはこういうブラジャーです。トップ全体もパンティと同じ唐草模様のような刺繍が全体に施されていて、背中の部分はこのレースの素材なのでスケールデザインになっています。真ん中のところにはキラキラしたチャームが一つついています。それでは今日はスクール水着と今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またニアのファンクラブ、パンティやオンリーファンズ、こちらも楽しい動画をたくさん投稿しておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではニアでした。バイバーイ。